麻生太郎大臣、韓国への金融制裁、経済制裁を予告、徴用工で、麻生太郎副総理兼財務大臣が文芸春秋のインタビューに対して、次のような発言をいたしました。韓国側が徴用工判決で差し押さえしている民間企業の資産の現金化などを実行したら、こちらとしては、 厳しい例をあえて言えば、韓国との貿易を見直したり、金融制裁に踏み切ったり、やり方はいろいろあります。いずれにしても、日本より経済規模の小さい韓国が先に疲弊するのは間違いない。その上で、文在寅大統領がどういう判断をするのかということでしょうね。よく隣国だから韓国と仲良くしようというような 一部の論調がありますが、世界中で隣国と仲のいい国などあるのかねそういうことを言うのは外国に住んだことがない人です。隣の国とは利害がぶつかるもの。インドもミャンマーも国境を接する中国とは仲が良くない。インドネシア、ベトナムも懸案を抱えていますとなっておりまして。 このいわゆる徴用工の問題、韓国政府は今後、日本企業の資産を売却するものと見られており、来年にも日本に実害が出るんじゃないかと思われます。日本政府には実害が出てしまった際には、 徹底的に制裁を課していただき、これ以上、韓国政府によって国民が、企業が被害を受けることがないように、ありとあらゆる手段で対抗していただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。